ずるはいかんでずる。いいですか？いいよ。あー、目開けてる。どうぞ。じゃじゃーん。音いいですよ。音はこれを見てるよ。じゃじゃーん。音が冷蔵庫入れたんだ。じゃあ開けてみましょう。これはなんで買ってきたんですか？母の日なので、はい、いろいろ買ってきました、うん、いろいろで、ケーキも買おう。ケーキでしょうか。本当はパンを買う予定だったけど、やっぱパンはいつもだから、ケーキたまに食べようって思って、みんなでケーキ食べよう。お願いします。では開けます。私が開けます。母の日から3日経ってますよ。うん、そうだよね。母の日に食べたかったんだけど。目つぶってもう一回。また。マー君、それホール？ホールね、それ。ホールって何？これ。どうぞ。じゃじゃーん。あ、すごい、ホールケーキじゃん。かわいい。僕ちゃんと買えてるよ。これリノのお金で買ったんだよ。はぁ、リノ、その日さ、お金もらったから。お金、なんかつぶれてるでしょ。これ、うん、マカロン。あ、ほんとだ、すごい、うん、マカロンとお花。へー、バターケーキなんでしょ。だから気持ち、こちらはリノが買ってきました。どこで買ったの？これは、なんていうか、わかりません。いえ、ちょっとわかんない。いから始まるとこでしょ。え、マ、ま、じゃない。マ、ま、こちらマカロンのいちご味でございます。ま、いだよ、マエじゃない。こちらマカロンのいちご味。これ前ってどこ？え、リノが母をおめでとうのチョコ食べるから。ママがマカロン。なんで？マー君がお花。ママでしょ。ママじゃ。マー君、じゃあみんなで分けよう。あ、いいよ。じゃあ最初マカロンを取んないと。うん、マカロン食べたい方。マ、はい、マ、ダリダリ。マカロンみんな好きじゃないでしょ、別に。それマック、うん、多分マカロン全部渡して。あ、マックマカロン食べるの？いいですか、切りますよ。一回チョコも取っちゃう。うん、取っちゃって。マカロンね、あ、これをね、一個ずつ分けて食べるんじゃない。ママにあげたら、それ。いいですか、4等分ですよ。それはこれ、綺麗に真ん中だよ、わかった？一回ここ置きます。いい、ここかな、うん、どうぞ。危ない危ない危ない、ちょっと真ん中すぎる。危ない危ない危ない、マーク危ないよ、こっち。どうぞ。もう上手じゃん。できた。いい大きさだね。では取ります。これは5で言えば何号ぐらいなの？5だね。5号もないでしょ。ないんじゃない？ないない。マクもこっち、ちょっと待ってください。ちょっと取れませんよ。いや、フォークで支えて。ああ、違う違う、そう。おお、すごいな。綺麗。すごい染み出る。次誰？はい。なんか味、身がちょっといい。匂いね。あと、あ、ついた今。頭に今つ。リナでいいよ。音このまま食べる。え？お皿せっかくあるのに。何それ。あ、自分だけその赤いの。なんでもない。ダメ。いいよ。よし。これは音の。あれ、ろうそくじゃなかったの、結局。ないよ。ねえ、音。何？チョコ。嫌なやつだな。待って。お願いします。いただきます。じゃあ待って。ママこれ割って、うん、マク割れる、ママが割る、二人で食べるから。いただきます。すごい、この真ん中のマクも食べる。これマカロン。おお、ガジって割った。
ん、ん、これ何この真ん中の、お、お、なんだこれ、うまいぞ。あ、何、チーズじゃないこれ、ん、ムース、お、あんまうまくない、チョコだもん、ただのそれ。これ真ん中おいしい、これ、これ真ん中、これ食べたんだけど、え、うん、おいしい、うまい、うまい、うん、フランボワーズだ。え、これバターケーキかな。違う、違うよね。おいしい。うん。ケーキ。大丈夫、これ3日経ってるんだよ。これでまだお腹壊すんじゃない？まあ、よしとして。うん。ギリギリじゃない。あ、うまい。うん、今日マラソンやった？うん。雨だった。中止？うん、うん、そんなこう層になってないんだね、クリーム入ってないんだね、うん、中に、うん、チョコがいいでしょ。じゃあなんでこれ買ったの？あの、これが一番安かったの。でもその時のケーキ屋さんさ、チョコ全然売ってなかった。ほんと？リノキとかじゃない？なんで？でも返さなきゃダメなんでしょ？なんで？借りたお金を。うん。どうやって返すの？あ、大人のお金ちょっともらって、ママのお金ちょっともらって、はい、どうぞって。じゃあ夫とママに返さなきゃダメなんだよ、今度。じゃあどうすんの？じゃあバーターと自転車のお金を自転車入って渡すバーター自転車のお金取って、あの、二人に渡す。うん、いるよ、そういう人。もうちょっとであのつぼみあったじゃん。うん。あれもうちょっとで咲くよ。玄関に飾ってるけど。何の花？ほら、あの、ガベンデール。こう。リナ、あの花の名前つけた。あの花飾る。花リン。あの花飾るとき、アクシデントあったんだよね。何やったの？ママ、踏み外して、クローゼットの、クローゼット靴の、どこに転んでさ、マー君にさ、あばら毛を出して。マー君にさ、もそれでも転んでさ、ね。それだね、あれ本当にただ足滑って転んだんだ。家だよ、家。で、そのあばらのところにちょうど携帯があったんだけど、携帯がしなってしまったっていう。え？え、見せて見せて。しなったって。あらら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 。見せて見せて見せて。しなるかね？だから相当強くいったんだよ、多分。あれ、もうこれは携帯なきゃね、あばら折ってたんじゃないかなって思うんだ。しなる、これすごいな。犬に見せて。ここくっついてたから離れたってこと。しなるほど強いのかな、じゃあ折れないでね、これきっと。これなかったらママのあばら折れてたと思う。折れてもう入院しなきゃダメ。日本ぐらいなんだ、それ面白かったのにね、そうなったらね。うん、面白かった。ちょっと待って、うん、だってリノとマ君その時ハーハーハーって爆笑したよ。どこ、あばらでも折るぐらいじゃ入院しないよ。で、このスタートボタンのここも、ん、何してくれてるの？見せて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 。まだ半年しか経ってない。お姉ちゃんにも見せて。いや、携帯のお金で。お姉ちゃんにも。命が助かったっていう。でも携帯が危なかった。テンテレテン。この場合保証聞くの？テンテレ。と思うけどね。だからちょっとドコモに今日行こうかなみたいな。そのうち。お姉ちゃんにも見せて。リナにも見せて。しなってんだよね。失って、それより先にあっち、うん、あれはかっぱ寿司道としてひび入ったんですよ。はあ、結構進むじゃなかった、うん、2週間もどっちもちょっと携帯を運ないんですよ。だから壊しちゃいましたね。壊れてはないんだよ。そう、使えるのは使えるのさね、うん、ただ防水機能がないってことでしょ。スマホなんだけど、これはなんで弟ママ生活防水があるんですよ。
音とママの、うん、あのスマホに比べてママの方ひどい。ひどい、こっちの勝ってる。しなってるもんね。そっちが負けてる。いや本当にね、うわ、うんって音、うんってね。あばら折れてたら骨折れるよ。あばら折れてんだってだから。骨折れてる。もう折れてん。母の日の思い出がまた一つ。あばら折れそうになったって。あの花が散った時、リノは窓ガラスを見て。何の影響それ。ママが。あばらを切った。窓から外を見てとかじゃないの。ラーメン。あ、菜の花ラーメンだ。ね、書いてた、見たんだそういえば。菜の花ラーメン。黄色いの。菜の花入ってんのじゃあ。菜の花の。菜の花ラーメンって本当にあるんだよ。でさ、弘前にさ、ね、あの菜の花公園ってあるの、うん、でさ、言い伝えではさ、ね、あの幽霊いて女の男の人でやってきた人とかをかぶり尽くすんだって、それって言い伝え言われてかぶり尽くす幽霊にもあっちゅう頭でそういう言い伝えあるんだよ。だから弘前にそのお化けに会えろ、アミニ。行くの？行けば。かぶり尽くされるのは絶対必要。あれバスの、うん、あの無料バスカードあるんだよね。ね、じゃんけんしてあの誰が食われるか。無料バスって何だったの？無料だね。そうだと思うよ。じゃ、シルバス。じゃ、代表決めるよ。じゃあそこまで行っても無料なの？だと思うよ。いいじゃんそ それ。行けばいいよ一人で。やだ。無料だもん。だから、付き添いはダメなのか。食べられるのは、食べられる人を代表でみんなで一斉の出て指さす。それって何年生まで？6年間じゃない？じゃあ行けるんじゃない？リ行けると思う。5年ぐらいになったら。まだかよかった。なんだったら心情によって自衛隊にとも喋る。一緒に行こうぜって。やだ。弘前行こうぜ。一斉の出て指さすんだよ。何すんの？あの食べられてもいい人でしょ。うん、じゃあ、いっせーのーで、じゃん。いっせーのーで、じゃん。なあなあなあ。ってことは、リナとマー君ってことで。え、じゃあじゃんけん。最初はグー！じゃんけんポン！イエーイ！ダメだよ、マー君だよ。うん、マー君だよ。じゃあもう一回決める。いっせーので、じゃん。じゃあまあってことで。何マー君、じゃあじゃんけんで決めるよ。いっせーので、最初は僕、じゃんけんぽい。イエーイ、マーの負け。イエーイ、もう一回。はい、マー君いく。よし、みんなマー君に投票。パチ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 。ほんとも、おいリーノじゃん。一斉のーで、てん。やだ。一人でバスで被られるんだよ。